サイト案内かっこ心得。ごくごく少数の例外を除き、ほとんどの方にとって当サイトの内容、捉え方は初めてと思われます。事項を留意の上読み進んでください。すべてが逆転しているのは本来の時間の流れ、かっこ未来から過去の関係上、同じものを見ても正反対になるためです。ここイコール単純炭素循環農法を複雑と感じたら、それは己の頭が複雑な証拠、また何やら宗教めいて主義思想哲学的にどうもと感じたら、それらにとらわれて毒されている証拠。要するに脳内汚染イコール腐敗、結果として宗教哲学主義思想等は人が作り出した人の基準イコール己の基準、人の幻想であり自然の基準理ではありません。また他の農法などに対しての言及は一個人の言葉批判や非難ではなく、自然から見たらこのように見えますよと述べているに過ぎません。何殺しをやるのも自由、ただ食料生産である以上そのツケは消費者の命で払うということだけは肝に銘じておいてください。理屈はどうあれ、とにかくいいもの、おいしいものを作りたい、また儲けたいという方は迷わず、余計なことは考えず、忠実に書いてある通りにしてください。ただ現在のところ何も理解せず、それができるという保証はいたしかねますが、もし転換に失敗したら、それは炭素循環農法、自然の仕組みのつもり農法です。現在のところ最初のものには手本がない。実践者が増えれば手本通りにすればよい。その時理屈も理念も感謝もいらない。単にそれを真似るだけでよい。ここにあなたの求めている答えはありません。技術理論を除く答えを探し回るのは愚かな行為です。ここ以上の知識理解がない限り、ここにあるのは問いです。自然や未来側のものイコール知らないもの、幼いもの、後輩、自然農法を伝える相手から答えはもらえます。先輩や指導者、書籍、資料などからは問いしかもらえないのが自然農法です。そして答えが先、問いが後からわかります。基本的技術や原理は説明できますが、農法自体はここでは教えられません。自然から学ぶものだからです。死の後の言わずに何が何でも他人に伝える、これが自然農法の学び方。これなくして理解は無理、実践以上に学べます。自然の側から見ての相手は己、相手を生かすイコール己を生かす、故に企業秘密イコール自殺行為です。ここは単なる自然の代弁、自然の側に立てば誰にでも容易にわかること、自然の仕組みの説明です。感動は一時、自然の法則は不変不変不変、そして永遠。それを知るイコール知性、制御イコール理性、委ねるイコール本能、この4つのバランスを大切に。人の言うことを安易に信用してはいけません。それなりに検証してはいますが、とんでもない感性があるやも、おかしいと思ったら人、規制の知識ではなく虫に直接聞いてください。肺菌症や EM 菌、活性液、米ぬか等のことも一通りの説明はしてあります。しかし使えと言っているのではありません。また使えば良くなるとの先入観念も捨ててください。そもそも万能などというものは存在しません。まず最初にどのような土を作り、その結果どのような生産物ができるのか、そして本物、本来のものイコール人畜の食物と虫の餌の違いを知らなければ話になりません。農業のプロや多少なりともその知識のある方は200回、全く知識のない方は20回以上、当サイトを熟読の後、質問、疑問、感想なりをお寄せください。読んでいないと判断した場合、
蒸気が変身代わりです。手抜きが基本のサイトなんですから、これも手抜きで参ります。もちろんメールは大歓迎です。皆さんから教えていただく答えや問いが、当サイトの内容充実の原動力です。返信しない場合でも、サイトにはしっかり反映させていただきます。200回。しかし、当サイトを丸暗記なんぞしても何の役にも立たない。それどころか、知識の積み重ねは有害、ひどく。頭は覚えるため、過去ではなく、考えるため、未来に使う。必要な時必要な箇所を調べれば十分。辞書的活用。ではなぜ？ご自身で確かめてください。